はい、こんにちは。今日も将棋実況を始めてきます。じゃあ始めるぞ。スタート。何分で？じゃあ10分でいきます。よし、みんな見てろよ。いくぜ。いやー、なんだこれ、二次試験、試験飛車。いやー、どうしよう。難しいな。まあここはこうやってじっくりね、勝手に仕上がれっていう戦法だな。角打ってくれっていうね、おごり押し戦法なんだけど、これ通るかな。角なってきたらこんなの打ちまえよね。な、飛車は隣についてるから、いけるいける。これでしびれてくれれば、厚いが、失敗すると速攻終わるね、これ。こっちがいいんだろうな。まあ、こうやってくるよな。ここで、どうしようかね。馬取んのかな。馬取ってみようか。馬取って、これで、駒割り的にはそんな損してねえから、まあ、形的に良くなるんじゃん、こっちは。こういう感じなんだけどさ。難しいね。まあ、それは角打つね。こうやって。で、取る。で、離し打ちするんだよな。こうやってな。そうすると飛車では、決めてるから、こう決めちゃう。それでどうだって食らったの。さすがに、これでやられてくれなかったら結構やばい。なんかしくってることになるな。でもあんまりな、飛車が使えてねえからな。ここで踏ん張ってくっかな。まあ、俺ガツガツ行くけど。こういうとこでね、勝った気になって油断するとね、すぐが逆転されちまうんで。だから、まあ慎重に寄せていけば、負けねえと思う。そういうところで、簡単に取らん。これで割りかしいいはず。で、真剣にちゃんと読めば、馬作られても、まあいいんじゃん。こういうなんかよくわかんない手がね、混乱するんですよね。結構ね、刺さるんだよな。取る、取る、取る。なんか殴っていけばいける気がします。でやってみます。このまんまバン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 もう一回しつこく打っていけば受かんなくなるんじゃないかなっていう考え。どっちがいいんだろうね。あんまちゃんと読めねえや。銀取ると同玉じゃん。まあ、時間あるからちょっとゆっくり考えるわ。で、飛車打つと、どうよく、わかんねえな。ちょっとみんなだったらこれどうすんの？教えて後で。駒
コメントとかくれればちょっと考えるんで助かるけど、いやーわかんねえんだよなんだよこれ、しつこくやってみるか。ちょっと頃合い見計らってなんかいい手を探す。何回もしつこくやってみる。意外と何回もしつこくやって繰り返してるとたまにいい形がね出てくるんですよ。これみんなもやった方がいいよこれも。ただね、なんだろうなこれ、まあそうでしょうね、ちょっと取る。こういうところで飛車とか打ってみる。しつこくやったことでちょっと形変わったんですよこれ。まあそうだよね。そこで、これは？これでどうだ？これで、よくわかってないんだよね、あんま。お、勝てた。まあ、これで勝てたならよかったけど、検討してみよっか。いや、ここはよかったと思う。別に。なんかね、これ、変だよね、これね。多分なんか、コンピューターと戦ったらこれ勝てねえかもしんないね、俺側。いや、ここなんか良くなってる気はすんだけどさ。いや、これよ、これ。ここがなんかあると思うんだ。ここ明らか同飛車はこっち良くなったね。これはいいよね。ここなんかなかったかな。まあありがとうございます。またちょっとやってみますんで、コメントでなんか気づいたとかあったら教えてください。それじゃあまた。ご清聴ありがとうございました。